はい、どうも森谷浩二です。今回の動画ではですね、僕がこの冬というか、まあ昨シーズンその前から着てるヘビロテのアウターについてちょっと3つ紹介していきたいなと思います。後ろにかかってる3つなんですけど、コートがね、ないな、なってるかもしれない。みんな全部ショートアウターだな。コートがね、ちょっと本当に申し訳ないです。コートを持ってこようと思ったんですけど、クリーニングから帰ってきてなかった。コート1個ぐらいあった方がね、本当は面白かったのかもしれないんですけど、まあそれはまたなんか別の機会にあればちょっと紹介できたらなと。じゃあ今回は統一して、僕がよく着てるショートブルゾンについて一つずつね説明していきたいなと思うんで、1個目いきたいと思います。1つ目はですね、これちょっとブランドわからないです。これだけ唯一古着、なんか HBO って背中にもしかしたら書いてあるかもしれないんですけど、これアメリカのテレビ局のオフィシャルのスタジャンですね。多分だからアメリカのテレビ局のスタッフさんが普段から着られている、まあ、昔のスタジャン。めちゃくちゃおしゃれなんですよ。アメリカのテレビ局のスタッフはこんな活かしてるスタジャン着てるのか。青と黒の切り返しで、この袖のリブのところとかは黒の横のね線が入ってたりとか、あともこれまあ古着なんでボロボロなんですけど、裏地紫とかね、派手だなーと思って。あとこのもう後ろの刺繍なのか、ペンって貼られてその周りに割れてるのか、ちょっと僕も詳しくは見てないんですけど、可愛いんですよね。で結構青っていうので、僕も私服で青い服ってあんま使わないとかほぼ買わないんですけど、コンビが黒レザーと、まあね、要所要所に黒いラインが入ってたり、HBO ってここに書いてあるんですけど、これが黒かったりするから意外と何でも合わせやすいな。万能型のスタジャンです。これもね、まあ、古着だから値段がいくらだったとかちょっとあんまよく覚えてないんですけど、すごい安くしてもらって買った記憶があるのだけは確かですね。僕も古着結構買うんですけど、僕がよく買う古着の中だと結構一番の大当たり系、今っぽいシルエットので、アームも細すぎず太すぎず、身頃も細すぎず太すぎず、丈感もね、ちょうどベルトのちょっと下ぐらいに来る感じの、いやかっこいい。問題1個だけあって、この襟がね、どうしても古着だからこっちの襟がもうこう、なかなかうまいこと倒れなくて立ってきちゃうんですよ、片方だけいいんで、まあ、これも味なのかなと思って着てるんですけど、まあそういう古着ならではのあれがある。すぐ立つんですよ、もう本当に目立ちたがり屋なんですね、右襟が。でもこれはね、いいですよね、紫で。これはもう結構1年半前くらいに買って、よく着てる、僕のお気に入りの一着です。スタジャンとかもね、結構いいと思いますよ、今シーズンね。わかんないですけど。まあ昔からずっとあるじゃないですか、いろんなブランドが出したりとかね、古着でもあるし。でもやっぱ僕がスタジャン着るなら袖がレザーの方が好きかな。締まりが出るし。まあここが同じような、このフェルトメルトンとか、そういう生地感。で統一されてるやつも持ってるんですけど、いまいち締まらなくて、袖がレザーの方が使いやすいかなと思います。ただフロントにね、刺繍がバーって入ってるよりも、このバックプリントにこういうのが1個バーンってあるぐらいの方がすごい使いやすい。どっちにしろこれはカジュアルな方のちょっと何ていうか分かんないですけど、カジュアルに着るのが一番いい一着です。スタジアンもしよかったら探してみてください。トレンドではありません、多分。はい、そしたら2つ目、これかな。まあまだまだ人気のあるコーデュロイ系のブルゾンで、はい、まあ、細うねってやつですね。うねが細いタイプのコーデュロイで、めちゃくちゃ細いんですよ。これはちょっと一歩間違えたらね、いわゆるオニー系とかになるんじゃないかなって僕はちょっと危惧しながら頑張ってきてるんですけど、これ706っていう、706ユニオンっていうブランドのコーディロイ素材のスポーツジャケット、まあ 50s ぐらい、50年代ぐらいの洋服をベースにしてるブランドです。コーディロイね、難しいんですけどね、こんぐらい細いのもあってもいいのかなと思って、これはもう 3,4 年前ぐらいに買ったかな。特にね、めちゃめちゃどっかにデザインポイントがあるかって言ったらこれは特にないんですけど、オールブラックだし、強いて言うならこのジップの色がね、ちょっと真珠っぽい、真珠だからまあちょっと臭いんですけど、まあでもね、シルバーよりもこんぐらいちょっとくすんでる真珠の方が古臭さも出ていいのかな。
なって僕は思いますね。これはね、なんかもう着た瞬間にあこれ買おうって思って、当時まだ細い服を僕がよく着てる時で、まあ、細パンに合わせてとか、あとはもうこんぐらい、ね、今僕が履いてるこんぐらい太いパンツとかに合わせて着ることが多かったですね。あとこの時期ぐらいからちょっとずつちょっとフルっぽい、まあ、50s だとか 70s だとか 30s だとか、そんぐらいの年代の洋服が好きになってきたくらいだったんで、まあ、こういうブルゾンだったり、ちょっと太いパンツを僕が履き出した時期に買ったブルゾン、これも当時4万じゃないか、3万5000とか6000だったのかな、安いなと思って買ったんですけど、メンズ服って3万以下でいいアウター探そうと思うとかなり難しいんですよ。本当にびっくりするぐらいないんですよ。でレディースって結構1万円とか2万円とかでもいい洋服いっぱいあるんですけど、なんでメンズってないんだろうな。それいろんな人とよく話すんですけど、やっぱブルゾンとかにも、ね、4万以上とかじゃないと本当にかっこいいのってなかなかなくて、まあ、あるには全然あるんですけど難しい。レディースほどそんな、ね、絶対数もない、分母がないから。でもそんなぐらいだから確か3万5000とかだったから、あ安くていいなと思って買ったんですよ。ただこれを真冬に頑張って着るってなるとちょっとね大変だから、僕これ真冬意外とインナーにして着たりとかしてるんですけど、この上にコート羽織ったりとかタートルネックのニット着てもうマフラーで頑張るとかね。9度ぐらいまでだったら頑張ります。この歌9度、もう5度とかになるともう無理、寒くて。で僕ね結構厚着したがるんですよ。すごい5枚とか着るんですよ真冬。5枚これ着れないから細くて、着れて3枚、いやね、もう本当に9度ぐらいまでしか耐えきれない。東京の1月2月はこれは着てないですけど、まあ10度切るか切らないかぐらいまではよく着てるアウターですね。あとは春かな。僕が持ってるアウターの中でも多分もしかしたら一番細いかもしれないです。これが今、昔はこういうのいっぱい持ってたんですけど、もう今手元に残してるのはこれだけかな。細くて706ユニオン、今でも全然あるブランドなんで、もしよかったら行ってみてください。これピントが合ってるかわからないけど、まあぜひ見てみてください。こういうのブルゾンでした。はい、それじゃあ最後の3つ目、これがね真冬は一番着てるかもしれないです。これをなんて言っていいのかちょっと僕は分からないんですけど、ボンバージャケットなのか、まあ、でも多分ミリタリーベースだとは思うんですけど、はい、こういういろんな人によります、コージが着てる洋服の中で一番あったかそうこれ。いや僕相当薄い服しか持ってないって思われてるんですよね。そんなことないんですけど、はい、これスクーカムってブランドのアウターですね。値段で言うと4万3000円ぐらいだったかな。これもだから安いんですよ。安くていい、安くていいんですよ。でもね悲しいことにスクーカムってブランドもしかしたらもうなくなってるかもしれないんですよ。僕これ多分2年半前ぐらいに買ったんですけど、友達に聞いたらスクーカムなくなったんじゃないのみたいな。そうだからこれ最後だったら変えてよかったなって。これ中がねキルティングになってるんですよ。まあ中綿が入ってるとかそういうわけじゃないんですけど、まあ、これはねいろんな人からいいって言われたんで、これめちゃに別にとか言ってた別に太すぎず細すぎず、なんかでもね生地感的にちょっとワイドに見えるっていうね。これ開けてるとちょっとね男らしさが出るというか。でここの切り替えのねこれ本当に未だに何のためにやるのか分かってないんですよ。このここにねここんでヨークじゃない、これはヨークじゃない、なんかあるんですけど、これが本当に動きやすいためにやるのかどうなのかっていうね。でもまあこういうのもデザインポイントになってて、これ全部スナップボタンってのもいいんですよ。袖のところもこういうスナップになってて止められるし、ここも結構収納力もあって、まあ、ポケットが4つあるんでいろいろ入るっていうのも良くて、あとこれは細いパンツにも太いパンツにもどっちもいける。で意外とこれ中に着込めるんで冬も全然真冬でもいける。北海道は無理です、寒いです。ちなみにこれじゃないけど、あの最初に来たねスタジアン着て北海道11月の中頃行った時マイナス3度でマジ死にましたね。スタジアンはダメなんだなって思いました。北海道でやっていけねえっていう。特にこれの何がいいのかって言われたら、圧倒的なこの丈感のサイズ、丈感かな、あとこのウールの生地感、
ウールの生地感とかはね、もしかしたら動画とかスチールじゃ伝わらないかもしれなくて、これはもう触んないと分かんない。ちょっとこのゴワゴワしたウールの質感、袖がすごい短いんですよ、袖丈がね。これインナーの袖なんですけど、頑張って伸ばしてもね、分かるかな、ここまでしか、本当はアウターの丈ってこんぐらいあった方がいいんですけど、逆にね真冬でこの袖をグッて見せることってそんなないんで、まあ、そういうのも楽しみながら僕は着てます。あとはこういうスカーフとか、よく真冬とかスカーフマフラー代わりに巻いたりするんですけど、このなんか首に巻いたりしても、ちょっとこれがちゃんと合ってるかどうかわからないんですけど、着た時にここから首元から覗くスカーフとかね、あんまいやらしくなく使えるかなって思ってます。そう、こういうスカーフとかがね、このアウターはね使いやすいんですよ。ここがちょっと解禁じゃないですけど、まあ一個開いてる作りになってるから、それも合わせてすごい使いやすいかなって。一番着てる、意外と4万5千円ぐらいでもあるぞっていうね、そういうものになってます。ちょ、分かったかな、この僕のこのアウターのやつは。形がいい、丈がいい、スナップボタン4万5千円でもあるぞって。はいはい、ということで今回は僕がヘビロテしてる3つのアウターについて、ちょっと1個ずつお気に入りのポイントとかをちょっと説明させてもらったんですけど、まあね、皆さんそれぞれ趣味ありますから、スタジャンなんて着ねえよっていう人もいるかもしれないし、黒いアウター着るわけないじゃんっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、何が言いたかったかっていうと、本当に僕が伝えたかったのは、まあ、この中で僕今日めっちゃ高いもの持ってきてないんですよ。一番高いのこれだから4万あるぞって、探せばあるって。もちろんそれは高いお金出せばいいものは買えますけど、このこうアンダー5万とかでね、いいの探すってなったらもう足を使って探すしかないですよ。 EC とかで探せるかもしれないんですけど、意外と足で歩いて行ったお店であれっていうのがあったりするかもしれないんで、そういうのを楽しみながら探してほしいなと思います。アウターは、まあ、昔の洋服とか僕もう持ってないんで意外と多いんですけど、こういうやつとかこういう古着とかはもう売らずに年取っても着ていきたいなと思ってるんで、皆さんもそういうふうに思えるようなアウターをぜひ手元に置いてほしいなと思います。ということで、この動画見てくださっていいなと思った人はグッドボタンと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまた。